入場チケットだけがですね、三千五百円ぐらいだった時代があったんですよ。ガイナックスの企画会議をディズニーランドでやったことがあります。最近ですね、じわ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 と入場料が上がっていると、もう限界に来てるんで、ね。多分これって、全世界的な傾向になるんじゃないかと思います、えー。ディズニーランドね、行ったことがあ、あるんでしょうかね。僕は結構好きで、年に一二回行きますね。あの、割と、あの、もちろん。 娘がちっちゃい時は家族連れで行ったんですけども割と一人でも行くんですよ。で一人で行って安かった時代なんですけどねいわゆる入場チケットだけがですね3,500円ぐらいだった時代があったんですよ。でその3,500円ぐらいの時代ってあのまあ映画2回見るぐらいだしあと変なとこ遊びに行ったらですねいわゆるそのアミューズメント施設みたいなとこ行ったらですねなんかこう3,000円ぐらい使っちゃうわけですね。なのでそれだったら行こうかって言って行ったりあと あのガイナックスの企画会議をディズニーランドでやったことがあります3500円時代ですねでそういう時はですねもうあの本当に何もアトラクションに乗らないっていうのをですね守ってですねでみんなで行ってでクリスタルパレスで並んでご飯頼んで,でそこで企画会議してですねちょうどエヴァの企画の前の前の前あたりですね え月の裏側にですね、死んだ人間が住んでいるってですね、そんな変な企画を考えた時代があったんですけども、そういう時に東京ディズニーランドに行くだけ行って企画会議してました。で、最近ではいつかな、去年の年末、 ぐらいにあのディズニーファンという雑誌でですね一回ディズニーランドっていうのを岡田さんが語るっていうのをやってくれという日に言われて無料のチケットもらったんですでそれでじゃあディズニーランドとディズニーシーとだったらシーの方が語りやすいのかなと思ってシーの方に取材に行ったことがあります、まあ、それもですねそのアトラクションに全然乗らないんですよねあ,のあんまりアトラクションにです、ね、乗るのが好きじゃないっていうのもあるんですけれども なんで入場料が高いの今コメントで「なんで入場料が高いの?」ってありますけども今日はその話になってきます。ディズニーランドがでですすね入場料を値上げしたというですね大したことをないと言えばないんですけども最近ですね実はこの5年ぐらいかなじわ,じわ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 とディズニーランドのですね入場料が上がってると。 た,ただしこれはもう昔みたいなですねビッグ10とかそういう A チケット B チケット C チケットっていうのが取り合わせの状態ではなくてどのアトラクションにも乗り放題の状態なのでそんなに割高感感じてる人は行く人は案外いないっていうのは他ののんか遊びとか旅行とかでディズニーランドと同じだけの楽しさをいわゆる家族ね3人とか4人で行く時に行ったらですねどれぐらい与えられるのかっていうと。 まあ、安いんじゃないのと。うん、入場料、じゃあ減らすべきだから値上げは正しいよ。関西圏は1000円だった USJ も値上げして、うんそうですね。USJ も徐々に徐々に値上げしてます。のでですね、多分これって全世界的な傾向になるんじゃないかと思います。で、まあ、僕自身はですね、ミッキーやミニーにはあんまり興味がなくてか、ね、キャラクターにあんまり興味がないんですよね。これどうなんですかあの、ディズニーランド行く人が、 この番組を見てる人の中で何人いるのかよく分かんないんですけども何のために行くんでしょうね僕らはご飯が高いのだけが納得いかない行かないサービスはすごいよねそうなんですよねリア充的な楽しみではない二度と行かない研究には行きたいけど遊びには行かないああんか似てますね 夢を見続けるためあんまり夢ないな <laughs> 10年くらい前行った <laughs> 私もミッキー関係ない雰囲気を味わいにそうですね雰囲気を味わいにっていうのがすごくあると思うんですけども、まあ、僕の場合は割とあの勉強しにというか研究しに行ってるんですねディズニーランドってさいろんなさうん施設が老朽化するわけよ例えばさあのシューティングギャラリーってあるじゃんシューティングギャラリーってあんまりねもうね最近使わないんだけども、まあ、あのビッグサンダーマウンテンの ちょっと左側にあるややつつつ。ね。撃をあそこってさもう電球の塊なのよ維持費がものすごいかかるとあのシューィン人ギャラリーとかで電球があるんだけどもあれも電球の色がやっぱ LED ではあの思った通りの色が出ないということで東京ディズニーランドではまだかなり普通の電球なんだよねでそうするとあそこってね50万個電球使ってるのかなで50万個電球使ってたら確率的に1日100個ぐらいどっかが切れるんだよで オープンの時に一個も切れてはいけないから、とにかくディズニーランド閉めたらどの電球切れてるのか、それを解かなきゃいけないって、とんでもない作業なんだ。もうコストがかかってかかってしょうがないと。で、それが初期の頃は、まあだいたいコスト言うと1日100万とか200万とかそれぐらいだったのが、あの、施設が老朽化すればするほどどん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 ,どんコストがかかってくると。で、 おまけにオープンしたときはライド型のアトラクションとかさ、あとサンディ映像みたいなものもディズニーランドにしかなかったんだけども、よその遊園地ではバンバンにあると。もう大阪の方で USJ っていうのが出てきたときにディズニーランド、オリエンタルランドの人たちがどれだけ青ざめたかと。なんか、あの、ディズニーランドってディズニーランドというだけじゃなくて、なんだろうな、日本で一番安く行けるアメリカでもあるわけだよね。 別にあの日本そのもので円とか使えるんだけどもそこに行くとみんなハイタッチしたりしてアメリカ人的な気分になれるじゃん。あれを大阪の難航という結構柄悪いところでやられちゃったもんだから、ええー、って思っててで、そこで始めたのが入場制限を取っ払うってことなんだ。で、俺みたいになんか昔からフルテでですね、あのウォルトディズニーの世界、いわゆるディズニーランドを楽しんでる人間っていうのは昔は入場制限があったのをよく覚えてんだよね。 だから、今日ディズニーランド行っても入れるかどうか分かんない。だから、あらかじめ券は買わなきゃいけない。で、日時指定してチケット買って、あ、やっと入れたとか、あ、今日はいっぱいだから無理だったとか、あ、今日混雑しそうだからあらかじめ券買っとこう。あ,あ、なんか結局手に入れなかった。入場者数が何万人超えたから入れなかったっていうのがよくあったんだ。もうみんな、そうだったねって思い出してる人もいるんだけども、それを外しちゃったんだよね。だからディズニーランドって今人が溢れてんの。 だから昔はどんなアトラクションでも90分待ちってことはまずなかったし、一番忙しい時のビッグサンダーマウンテンで120分待ちっていうのがほとんど最長記録みたいなもんだったんだけども、今 TDL ってさ、3時間待ち、180分待ちが当たり前になっちゃってる。それぐらいが当たり前になってて、入場制限っていうのがさすがにね、あまりに溢れそうな時はやるんだけども、昔のように入、あの、 場内で列があまり長くならないために、これぐらいの数字で切っとくっていうのをやめちゃったんだよね。だから人がものすごく増えてしまった。で、人が増えてしまうと、だん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 なんだろうな。管理の手間が増えてきて、スタッフも増やせざるを得なくなってしまった。今、あの。 なんか、今も昔も入場制限やってるよっていう人がいるんだけど今も昔も入場制限はやってるやってるんだけど昔みたいにしょっちゅうはねられるってことがなくなっちゃったんだ今やってるんだけどさ事実上やってないに等しいよほとんど入れるもん。だからあの値上げっていうのはさいろんな事情があるとは思うんだけども、えー、一つは人が入りすぎるということとあと施設が老朽化してるから。 どれか1つのアトラクションが、まあ、動かないのは当たり前だったんだけど最近は2つ3つぐらいのアトラクションが動かないのが通例になってきてるとかまあもう一つは安全規制がねどん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 厳しくなったというのがあるんだけどもディズニーランドっていうのが、あのー、思ったほど経営がなんだろうなバラ色っていうわけにいかなくなってきたわけなんだよなもう限界に来てるんだよね。ディズニーランドはかかかつて人件費とかのコストががすごく上がったから コストを下げようとして、昔のディズニーランドってね、今のやつとだいぶ違ったんだよ。あの、今のディズニーランドよりもっとゴミを拾うおじさんたちが多かった。っていうのは、昔からディズニーランド、ウォールト・ディズニーってさ、酒はあんまり飲まないんだけども、タバコはものすごく吸う人なんだよね。 なので、ディズニーランドの中でタバコを当たり前のように売ってたし、タバコのな自販機じゃないんだけども、売る人とかもうろうろいたんだよね、昔から。で、それみんなタバコをポンポン捨てるとか、ポップコーン食べててポンポン捨てるっていうのを当たり前にしてた。で、それを当たり前にしても、園内を清潔に保つために、掃除の人っていうのがめちゃくちゃ多かったんだけども、日本人ってそんなにさ、汚さないんだよね。床にゴミ捨てずに、ちゃんとゴミ箱にゴミ捨てる人が多いから。なので、アメリカのディズニーランドみたいに、 人がいいいらなっってううのももあったんだでもう一つでつすねディズニーランドの東京ディズニーランドの悲劇というふうに本国で言われてる事情があってこれ何かっていうとだよねディズニーランドっていうのは東京ディズニーランドだけがディズニー社が所有してないディズニーランドなんだどういう意味かっていうとオリエンタルランドっていうですねあの日本の会社がディズニーランドを所有してるとだから世界中のディズニーランドでディズニーとの資本関係が全くないのは日本だけなんだ これんでかっていうと当時のですねウォルト・ディズニー社がですねまあ赤字で苦しんでたっていうのもあるんだけども日本なんかでディズニーランドなんかやっても儲かるはずがないと思ったんだよねなのでライセンス契約にしちゃったのライセンス契約つまり東京ディズニーランドが売り上げが上がればそれの何パーセントか本国に入ってくるんだけども その利益全体は実はオリエンタルランドが持ってるんだよって構存しちゃったんだよそれを契約をやった重役さんはウォールト・ディズニー側ですごい出世したんだけども後でもうボコボコに叩かれてもこれが本当に20世紀最大のディズニー社の失敗と言われてるんで、ね、東京ディズニーランドってすっげえ儲かるのになんでよりによってオリエンタルランドにうっとばしちゃったんだっていう、まあ、その当時は絶対成功と思われたんだけども後になって日本人があんなに お土産買うと誰も知らなかった。とにかくディズニーランドっていうのは本国のディズニーランドの売り上げの大半は中での飲食だったんだけど、日本人は飲食をあまりせずに、とりあえずディズニーランドの中では喉渇いても我慢する、お腹すいても我慢するけど、お土産だけは死ぬほど買うっていう、これを知らなかったんだよね。なので、 ディズニーランドの売り上げがものすごい東京ディズニーランドの売り上げがすごく上がって本国の方でも反省してで上海に作っているディズニーランドにしろパリのディズニーランドにしろもう絶対に直轄でないとやらないっていうふうなことで反省したんだけどもなのである程度以上だね本国のオペレーションっていうのをそんなに守んなくてもいいんだよね。いやがっちり契約で 例えば、この時のスタッフはこういうことをしなきゃいけないっていうのはあるんだけども、よその国のディズニーランドほど厳しくない。具体的に言えば、ミッキーマウスの身長が、実はアメリカのディズニーランドと日本のディズニーランドでは違うんだ。アメリカのディズニーランドではディズニー社のマニュアルというのがきっぱり決まってて、ミッキーの中に入るダンサーは男でなければならないって決まってんだ。なので、 ミッキーってさ、あの、設定身長が165センチぐらいだから、本当は中に入るダンサーって160センチ程度なんだよな。なんだけども、そんなダンサーなかなかいないんだよ。なので、のフロリダのディズニーワールドとか、あの、カリフォルニアのディズニーランド行くと、時々170センチぐらいあるミッキーが出てくる時があって、えって思うんだけど、それは本国のマニュアルをきっぱり守ってるからなんだ。ところが、 東京ディズニーランドっていうのはマニュアルはあって、それはできるだけ守らなきゃいけないんだけども、170センチいるミッキーの方がまずいよってことになって、マニュアルではできるだけ男性って書いてあるんだけども、あの、そのマニュアルはあえて目をつぶって、あの、東京ディズニーランドがね、オープンした時はまだ中に。 もう入ってたそうなんだけども、この10年ぐらいでもうほぼミッキーとかミニーはもう中全部女の人になっちゃったんだよね。中っていう言い方したら、えー、ディズニーランドに夢持ってる人に失礼かもわかんないよね。ミッキーマウスに夢を与えてる人がこう、<laughs> 中に入ってんだけどって言っちゃダメだ。<laughs> 消されるぞとか <laughs>。マジか抱きつき放題か。あ、こういう話すると抱きつこうとする人がいるんだ。おえー、ディズニーランドの周りは安っぽいホテルが山 ほどってでここの地価がものすごく上がったんで不動産業者が大儲けしてウォールト・ディズニーはめちゃくちゃ悔しかったですなので1970年代に、えー、フロリダにですねウォルト・ディズニー・ワールドというのを作ったディズニーランドからワールドだよでウォルト・ディズニー・ワールドすごいよマジック・キングダムいわゆるディズニーランド部分ってこれぐらいしかなくてものすげえでかいんだよ <laughs> とにかくいやこのスケールではないぐらいでかくてもうほとんどが森ね森あと泉で湖があって なんだろ、キャンプ場があって、プールがあって、テニスコートがあって、リゾートホテルが7つぐらい建ってんだ。で、これのほとんどが実はディズニーがこれを買うまで沼地だったんだよ。全く人が住めないどころか、建物一つも建てられないぐらいの沼地だったんだ。ディズニー懲りてたんだよね。あの、どんなに金がかかろうが、全く誰も興味持ってないような土地をガバッと買って、そこに中心にディズニーランドを作って周りを、ホテルを建てると。 でここにマンションの分譲とかあと,、えー、別荘の分譲とか始めたんだでこのね手法を日本でうまくパクったということはないんだけども長崎のハウステンボスってテーマパークの外側に分譲マンションとか分譲の別荘がずらーっと並んでるんだけどもあれはそのやり方。 なんだ一つ何かシンボルを作ることによって周りの地価がものすごく上がるからそこに分譲マンションとか分譲の別荘を建てておいたら実はテーマパークの運営よりその方が不動産業の方が儲かるっていうのを初めて発見して発見したどころか発見というかそういう法則すらなかったんだよ。ウォルト・ディズニーはこれ発明したと言っ,た言ってもいい。 この発明した手法っていうのを長崎のハウステンボスではまる真似したんだけども肝心の面白いテーマパークを作るというところを真似し損ねて <laughs> ハウステンボスのこのマンションは大失敗したっていうのは今コメントに流れてる通り。<laughs> というわけであのウォルト・ディズニー2回目の挑戦だよね。そのフロリダでディズニーランドをもっと大規模にしておまけに周りは誰一人住む人はいないというかワニしか住んでなかった。 ような沼地を全部埋め立ててる、ものすごかったらしい。本当にあらゆるえっ、ー、とねダムとかあとあの運河とかの建築業よりも面積としてはでかい世界最大の土木建築っていうのをやってい。 一つの企業がだよ。いわゆる、いっちゃなんだけど、まあ、セガみたいな <laughs>、あの、エンターテイメント系の企業が、今でや、ドワンゴだよ。ドワンゴの川上さん、それすらってしねえだろ。それを借金しまくって、それまでに全部あったものを全部スタにして、ワにしか住んでないところ、バーッと埋め立てて、そこに森を作って、山を作って、湖を作って、マンション建てて、ど真ん中にマジックキングダムっていうのを作って、人をわーっと入れるのをやって、それで大儲けしたんだよな。 だからその成功があるからこそそのウォルト・ディズニーの挑戦っていうのはさ日本では。 ああなんか日本みたいにすでに人がいっぱい住んでいて分譲の余地がないようなところいわゆると舞浜地区って言われるところだねあそこにディズニーランドを作ってもそんなうまみがないというふうに思ってたのでディズニー社の人たちも「いやいや東京ディズニーランド作るって言うけどどうする?」って言ったら「いやもうライセンスでいいよと」とやつらが失敗したら俺ら出資1円もなくて済むしやつらが儲かったらライセンスフィーが入るから大儲けじゃんと思って。 ライセンス商売にしちゃったそれのおかげでオリエンタルランドは大儲けしてディズニー社はもう示談だ踏んでもう二度とあんなことはするかというふうに誓ったというのが東京ディズニーランドその東京ディズニーランドもまあねそれが良かったのは1980年代の後半から90年代ぐらいで2000年に入ってから震災とかで災害が大きくなって保険料が世界的に上がってくるっていうこととあと人件費の高騰あとは正直言って、えー、世界中のお客さんのマナーが 徐徐々に徐々にに悪くなってきたこれによるスタッフが増やさざるを得ないとまあぶっちゃけ言えば中国とかの観光客で困るっていうのも本当に中国人自体も恥ずかしいって言っていることなんだけどこれによるってコストがだん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 管理費が上がりつつあると昔だったらさ最初に言ったように日本人のお客っていうのはあんまりゴミ捨てないからディズニーランドの中っていうのは比較的低コストでクリーンな環境が保てたんだけども徐々,に徐々にそういうわけにいかなくなってきたもう一つはバイトの高齢化 いわゆる時給1,100円から時給1,200円で雇ってるバイトがほとんどやってるんだけどもそのバイトの人たちが徐々に徐々に高齢化してきて担い手がいなくなっているってことはないよ。いまだにディズニーのバイトっていうのはすごいあの応募があるんだけど昔ほど楽でなくなってきたっていうのがあるので、えー、コストが上がってきたので、えー、ついに、えー、ディズニーランドは入場費を あげるしかなくなったんではないかというのが、まあ、今回の分析であります。あの、これあの、奈良のドリームランドの当時の地図なんですけども、まあ、かなりですね、 あの、そっくりだというのがわかると思います。<laughs> 真ん中に何やらお城っぽいものがあって、入り口があって、ここにですね、商店街があるんですけどもですね、左、ここにジャングルクルーズが本当にあってですね、その他にもですねあの、スクリューコースターとか、あと射的コーナーがあったそうですね。で、こっちはですね、左下はですね、江戸時代の建物に帆船があるというですね、黒船が来たというような感じになってます。で、右上の方はですね、夢のお城があって、ボブスレーがあってですね、で、あとあの、モノレール、潜水艦があるというですね、もう 本当に初期ディズニーランドそっくりなんですね。で、右下の方が未来の国になっててですね、えー、回転ブランコとかですね、UFO とかですね、トランポリン、あと、ロバ、乗馬っていうですね、<laughs> これはウォルト・ディズニーが本当はやりたかったんですけれども、できなかった。この辺でやってしまった。でメインストーリートがですね、えー、まあまあ、あの、えー、馬車があったり、ダブルデッカーのですね、あの、バスが走ってたりですね、売店があると。まあ、こういうやつなんですね。で、これがもう、 まあ、あの、取り壊されて、もう昔ですね。えー、と、平になってしまったんですけども、2016年ぐらいにはですね、これ航空写真なんですね。えー、当時の産経新聞の航空写真です。まだかなりね、残ってたんですよ。で もう廃墟として最高と言われて、この2014年から2015年、16年まではですね、あの世界中の廃墟マニアが、まあ、無断で忍び込んで、あの YouTube に上げたりですね、ブログに上げたりして、で、それが余計問題になって危険だとか、いつか事故が起こるんじゃないかということで、取り壊しが進んでしまってですね、現在ではもうこうなってます。これはあの Google のですね、航空写真なんですけども、完全な更地になってしまってるんですね。まああの、何もない跡地ですね、夢の跡。 えー、まだあの利用方法は決まってないそうです。本日はご来園いただきましてありがとうございます。当園は間もなく閉園させていただきます。このドリームランドが皆様の楽しい思い出になりますよう。